ハマースミス駅は、ロンドンハマースミスにあるハマースミスシティ線と、サークル線の駅である。当駅と同名のハマースミス駅は、当駅の南東に、道を挟んで、約60メートル離れて所在しており、ピカゲリー線とディストリクト線が乗り入れている。トラベルカードゾーンに属する。現在、駅舎がある、ビートンロードより北に、旧駅舎が1864年6月13日に、 開業し、1868年12月1日に、旧駅舎を置き換える形で、現在の駅が開業した。2009年12月13日より、ハマースミスアシティー線で、サークル線が運転を開始した。2011年6月、当時運転されていた C 型電車より編成長が長い新型の車両である、S7 型電車に対応するため全てのプラットフォームで、 ホームの延伸が行われ、2012年7月に S7 型電車が運転を開始した。なお、C 型電車は6両編成で S7 型電車は7両編成で運転している。ハマースミス車両基地は当駅のすぐ外側にある。この車両基地は、ハマースミスシティ線で使用している S7 型電車の留置とメンテナンスのために使用されている。 1991年8月29日、車両基地内でアイルランド共和軍の焼夷弾が3つ発見された。この発見による負傷者はなかった。2008年の映画、アダルフドやリリー・アレンのロンドンのミュージックビデオに駅が登場した。ミュージックビデオはリリーが赤いローリーチョッパの自転車で駅に入り、列車に乗車し、ラッドブロークグローブ駅で下車をする。また、 台湾のポップシンガーであるジョリンノの愛ム者のミュージックビデオに駅が登場している。ロンドンバスの9、10、27、33、72、190、209、211、220、266、267、283、295、391、419、485、 系統とヘリテージルートの H91 系統、深夜バスの N9、N11、N97 系統が当駅と近くにあるハマースミスバスステーションから発着する。ありがとうございます。